様こんにちは、ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は、以前からレガードネオプラスに乗っている方のお宅に、遊びに伺うことになっています。目的は2つあります。もちろん、改造されているレガードネオプラスを見せていただくこと、そしてもう一つはその改造の一部をこの私のレガードにも取り付けていただくことです。今回初めてお会いする方なんですが、なんか初めてという感じがしなくて、もう今からワクワクしています。楽しみです。挨拶もそこそこに、タツさんが作業を始めてくださり、夫がその作業の邪魔にならないように撮影をしています。今回こちらにありますライトをつけていただきます。このライトをつけることで、夜車から降りる際に足元を明るく照らすことができて、安全に降りることができるようになります。私は見ていても全くわからないので、奥様のケイちゃんとキャンピングカーの中で女子会をしています。初めてお会いしたとは思えないほど楽しくて、弾丸トークが炸裂してしまい、その音声が撮影機材でしっかり録音されてしまったので、作業の様子に関しては詳細をお見せできなくてごめんなさい。これがこう消すと、このスイッチあるじゃないですか、はい、これに連動させて電気つけたい。それなんでこの線をたどっていって、それでご覧いただいているように、まずは配線をたどっていく作業です。タツさんは自動車関係のお仕事もされていたことがあったということで、車内の配線などにもとっても詳しくて、スムーズに作業が進みます。配線がむき出しにならないように、車の前面を外して取り付けてくださっています。ハンダゴテなども使われていて、しっかりとした丁寧な作業です。出来上がったライトは後ほど夜暗くなってから、どの程度明るくなっているかをお見せしたいと思います。作業中に見つかったびっくりする出来事としては、シートをめくったらキャップがはめられていない箇所が見つかりました。こんな場所は通常見ないので、見つけていただいて感謝ですね。ここからはタツさんとケイちゃんのレガードネオプラスとキャンピングトレーラーをご紹介いただきます。まずはレガードネオプラスの後部の部分からです。ね、この人のすごいところが、この水のところ、水があるように見えるよ、見える。これを缶スプレーでやるから。缶スプレーの、本当に、はい、缶スプレーでやります。で、なんかもうザーってやって、あとからちょっとずつこう削っていくシーンを見たことあるんだけど、そう本当にスプレーして、なんか紙を使ってこうやってちょっとずつ、で最初ここの橋がなかったんですよ、でだから変、やっぱりちょっと奥行きが出ないっていう本人が言って、後から書き足してこうなって、すごい奥行きがあるように見えて、同じレガードマンの方から作った方がいて、どこどこで作るとこんな感じだよっていうのを教えてもらって、すごい特徴ちゃんと捉えてるもん、これは沖縄まで行けちゃうよ。そのぐらいいいの？ああ、どんな感じ？座った感じ？ホールド感が違う。ホールド感が違うの？全然違う。ここの。あ、ここの後ろの。そっから下？腰にかけて。フロントのあそことリアのところにジャッキがついてるんです。これ4点。あ、はい。それでキャンプ場泊まった時はジャッキを下ろせるんで。え、あ、ちょっと揺れないってこと？揺れないです。ちょっとそれって。そ
それすごい。あの中でさ、あの誰かが寝返りを起きるんだけど、あ、起きる。ないです、ないです、ないです。へえ。それないの？ないですよ。うちはやれば、あのトレーラーのああいう風な、トレーラーと同じやつをつけてるんです。これがヒッチがあるんで、ここに段運びたくなってます。こっちが発電機で、こっちが発電機の燃料タンクだそうです。すごい。ね。我が家も近々それになる予定です。グリルはあの電車と同じ形の。ハンドルとかみんな取る。ほら、この手すり大きいね。おしゃれ。ね、これすごいよ、これ。まあ、どものこの純正みたいで。純正みたい。これで。おお。あ。これが 5.4 メートルのキャンピングトレーラーになります。これをレガードで引っ張っているということです。後部には先ほどと同じようにスプレーアートがされています。とっても綺麗ですね。いや、大体十分です。広い、はい、広いね。これだからあれですよ、レガードと同じ長さですよ、室内は。あ、レガードも 5.4。やっぱさ、でも運転席がないだけ全然違うね。全然違う。あ、これがおしゃれなやつだ、ほら。そう、動画で見てるやつこれにしたけど。これが発電機。そうなん、すごいね。あ、これは発電機。あ、この中に発電機が。こう入ってるんですね。わあ、本当だ。あ、普通の発電機が入ってるだけなんですね。そうですそうです。で、これを外に出して使うの。そうですそうです。わあ、すごい。あれは何？どうですか。あの、ヒーター、ヒーター、これ。あ、そう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 、ヒーターですね。あ、そう。FF みたいなもの。そうです、FF。プロパンガスでやるやつですね。あ、これプロパンガスなんです。はい。だから出てくるんじゃなくて吸い込むんですこう。吸い込んでパイプが部屋中にずっと張り巡らさってんで、それでそこからあちこちからこう。あ、なるほど。全体的に暖かくなる。すごい。すみません。こういうところも穴が開いたりとかしてる。ここも吹き出し口なんですけど、この入り口のところ、これもこういうところから。あ、すごい。はい。あ、すごい。あ、ベッドルームも広いね。そうですね。あ、いいよね。それもあれですよ。SS サイズですよ。一つ側は。こっち？はい、違うでしょ。あのレガードの後ろのベッドと同じです。SS サイズ、85センチの。ちょっとね、そこね、ペロってめくると、今真ん中にクッション入れない状態なんですね。あ、これ。そう。だから、そう、SS サイズが2個にしてる状態ですね。実はレガードと広く見えるけど、レガードと、レガードのリアベッドと同じ大きさ。ただ空間の違いでそういう上があるからね。ね。あとでも頭のところがおしゃれだね。そうそうそう、斜めの収納。今のやつはもっとおしゃれですよ、新しいやつ。あ、そう。欲しいなぐらい思うけど。いらんぜよ。買えないあ、すごい。でもさ、すごい収納がさ、すごいね。いっぱい。はい。あの蓋の収納もあるし、下にほら、うん、あのそう、ね、こう、うん、棚になってる収納があって、はい、飾りなの。服はだからもうここに。ここキャンプで使う服は、出かけるときの服はもうここにも全部入ってな。なるほど。あ、最初にね、夏冬全部、うん、あ、そうなんだ、はい、すごい。やっぱパッと出かけられるね、うん、それだとすぐ出かけられる、ね。ここなんかだとここはもうタオルだけなんです。こうやってタオルだけ入って、うん、あ、すごい。
でもこんなには使わないですよね、うん、毎回毎回こんだけあればいいよね。でこっちはこっちでこうやってあのなんかキャンプ用品、キャンプ用品が入れてあったりとか、そうだね、そうですね、でもすごいね。あとこっちはゲームだっけ、ゲームかな、ゲームとかゲームとか人生ゲーム入ってます。でもいいね、みんなでできてるね。だからここが結局レガートと同じ大きさなんですよ。ここレガートのリビングと同じ大きさ。あ、そうです、ね。実は広さが。あ、そう？はい。それなんで、あ、レガート広いねっつって。うん、そう、でもすごいなんか広く感じる。なんか多分抜け。抜けがいいからじゃないですかね、やっぱり。そうだ。でレガードはあのどっちかっていうとうちも黒っぽい色の方を選んじゃったんで、これもともと白が貴重なんで、うん、広く見えるんですよね、うん、やっぱり、うんうん、そこは冷蔵庫ですね、いいかな、ちょうどナオミちゃんのところ、これ、はい、開けてるの、何も入ってない、 こ、 こんな大きいの、これ何リッター？ 150、 150？ 引っ張ると結構硬いですよ。これ冷凍室？はい、そう、ちょこっとしかないよ冷凍室。あ、でもちゃんとこうほら、あ、それ自分で100均やったの？やった。やった。だってこれ全部開いちゃうとさ、全部動き切れちゃう。確かに。全然消えなくなっちゃう。こんな工夫されてる。あのこっちで走れてるものだから。ね、うん。よかったら。これすごい大きい。これはいいね。で反対側がトイレ。あ、こっちですね。こっち？あ、それちょっと開けられるかな。今ごめんね。大丈夫。あ、いっぱい物が入っちゃってごめんね。うん。あ、大丈夫です。大丈夫。じゃあトイレ。あ、すごい。広いね。うん。あ、広い。こっちだったらね、うんちが楽。まあでもそうね。だって便器が違うもん。違う。ちょっとちょっと低いよ。それで低いしさ、大きいよ。大きい。あ、本当だ。ちょっとね、やっぱし、ね、こっちね、座りがいがあるまだ。本当だ、こっちはしやすそう。腰掛けていただいて、ちょっと足元ごちゃごちゃいっぱいものあるけど。で、このトレーラーの一番いいのはこのコーナーです。ああ。コーナーが、確かに。ちょっと足元を踏んじゃっていいんで、踏んで大丈夫なものしか教えないんで。うん。どうぞ足割ってください。コーナーに寄ってもらうと、全然。ああ、いいね。すごい。すごい。お邪魔します。あとやっぱりこのクッション違いますね。大丈夫です。クッション。いや、クッションすごくいいね。あ、これがベッドになるんで、ここ。あ、やっぱり。そこね。すごい。うち3人だと一人一人でここで俺一人で。そう。あの一番上に置いてあるセミダブルの大きさのマットレスそのままここ置けるんで。そうですね。だから大人4人が窮屈しないで旅行できるサイズって言われてこのサイズだったんですね。ああ、そうですよね。はい、息苦しくないんで。チーズケーキなんだ。知ってる。これ知ってる。美味しいやつだよ。いちご味っていうのがあったからさ。なんかさ、おしゃれなのばっかだね。違う、これは人にもらったやつ。これは昨日たまたま帰ってくるときに、あー、チーズケーキおると思って、うん、じゃあみんなで食べようね。こんなに暗くなるまで美味しいものをいただき、いろいろなお話をたくさん伺って楽しい時間を過ごしました。タツさんのレガードはドッグライトなんていらないくらい、車の周りにブルーライトがついています。綺麗ですね。さて、先ほどつけていただいた、ライトの明るさを実際に見ていただこうと思います。わ、見てこれ、ここ明るい、ほら、足元、うん、ここのライトもすごいいいでしょ。足元もすごい、ここにあると後ろから来た車が扉開いてるの分かるから、すごいね。いかがですか？これすごいね。降りるときもいいよね。降りるときここが明るいもの、うん、この下、この下がすごく明るくていい。ここがすごく明るい、うんうん、足元ね、安全です、はい、今日はとっ
ても楽しい時間を過ごさせていただきました。タツさんとケイちゃんです。今回は、私のレガードを、バージョンアップしていただいて、夜でも安全に、足元が見えるようなライトもつけていただきました。そしてなおかつですね、もう私のレガードも、唯一無二と思っていました。それよりも全然上回る唯一無二のレガードと、あとキャンピングカートレーンを見せていただきました。いかがでしたか？素晴らしいレガードとキャンピングカートレーラーだったと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。